もう絶対負けたくないっていう気持ちはやっぱ人一倍強いかなと思います。試合前に今回は一人でチャレンジするっていう、大変なこともあるだろうけどそれも一人で頑張るっていう自分との戦いだなって思います。ジャンピングだ、地獄のジャンピングだ。やっぱ打撃のスタミナがよくどこでも言われるんですけど、打撃のスタミナがないからもっと打撃のスタミナをつけるっていうので、今その心拍数を上げるトレーニングしたりしてるんですけど、それって本当やり込まないとつかない。日本でも普通にミットもやってたし、サンドバッグも多分それじゃまだ量も足りてなかったんだろうなっていう、こっちに来てから分かりましたね。The first time she came and trained, I said, I was impressed that she was a grappler and she had pretty good basic striking. So that impressed me a lot, and her litter, her tenaciousness. So that's really what impressed me more was her knowledge of striking for someone who comes from a judo background, right, or wrestling. So more I say her kicking, her punches are pretty good, her elbows are very good. A little bit more knowledge of the clinch work, I think, but definitely the kicks. I want to really help her with her kicks. Make her use her body, her lower center of gravity, so she kicks heavier. Thailand style. ごめんね。
kick aside, take them out that way, duck under the other way, right away. できることたくさん、なんかこうなんかやっぱ海外に行くとかもそうだし、何かに専念、一つに専念できるってこの年で一番楽しいことなんじゃないかなって思います。そうですよね、多分平田さんの年代だとまあまあすごい経験してますよね。そうですね、まだ大学生、大学卒業したばっかりとかの周りは年なんで、それに比べたら多分社会に出たのはちょっと早いんじゃないかなって思うんで、たくさんの人に支えられてこう海外に行ってみたいな、うん、なかなかない経験かなって思います。Pinch my knees, and then switch my hips, and I start to pummel my 100 again. Don't kiss me! Don't kiss me! I would be like aggressive, but technically aggressive, not just like a bulldog. No, you know? Yeah, but super scrambly. Like if she gets in a bad position, she doesn't get discouraged, she just keeps going, and then it ends up getting out of the position. Mm. So just because of, like, I feel like she's just thinking the whole time, go, 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 no matter what position, and I think that really helps her. Yeah, that's good, yeah, that's good. Fuck it! そうですね、やっぱどんだけやられてもじゃないけど、どういかに自分の引き出し増やすかだと思うんで、まあ、前回もその試合負けた時もやっぱ何かが一つダメだったってところで自分に負けたところがあったので、まあ、そこかなって思います。まあ、次の相手、キックボクシングベースの相手なんで、まあ、立ち技重心の練習かなと思います。もうひたすら、まあ、リーチ長い選手にどう戦うかっていう対策じゃないけど、まあ、今後も使えそうなその練習をずっとしてます。強くなるにゴールがないので、こんだけ練習してもね、試合で負けることもあるので、本当強くなるって
考えることじゃないけど、本当にやり込むしかないなと思います。こんばんは。こんばんは。入っていいですか？どうぞ。お邪魔します。私のシェアハウスへ。すごい海外っぽいですね。そうなんです。まずはこの肉を出すから、しかもあの自分は野菜とか別に洗いません。ワイルド。こいつら、あ、でもちょっと湯すぐは、でも多分大丈夫なはずです。これ絶対逆からですよね、切るの。でもまあ切れればいい。まあまあ切れれば。食べたいみたいな気持ちはあるんです。え、ハンバーガーとかですか？はい、もう今すぐに食べたい。あ、そうなんですね。でもさすがにいつものやつですけど、いつも思ってます。いただきます。このサラダマジでね、サラダめっちゃ嫌いなんですけど、競技やってて、どういう瞬間が一番楽しいですか？うわぁ、なんだろう、どういう瞬間、まあ試合もそうだけど、こういろんな環境に行けることですか？なんか柔道ではできなかったこととかもあるし、私いろんな人と話せたり、あ、それが面白いかなって今、はい、単純に勝った瞬間が気持ちいいなとかもちろん、あ、もう勝った瞬間はもう例えられないですね。例えられない。例えられないです。全てがゼロになる気持ちですかね。もうやり遂げたみたいな、このために頑張ったんだよっていう感じじゃないですかね。それ以上のことはもうないです。あれ買った瞬間以上はって思います。あと買った後に家族とかみんなの元に行った瞬間が一番幸せです。負けた時は一番辛いです。もういい、行きたくないとかけど、なんかいいんだよ負けてもっていう人、言ってくれる人もいるけど、やっぱり負けたくはないって思います。強くなったなっていう時間ありますか？自分的にはないんですけど、まあ、見てるコーチの人からはなんかどんどん日に日に良くなってるからっていうアドバイスじゃない言葉はあったんで、まあ、あとは試合中どれだけこのやってきたことを自分を信じてできるかかなと思います。なんか変に打撃にこだわらず、本当その時その時に応じてこれだけって決めないで、前回それでダメだったんで、まあ、いろんないろいろできて、いろんな引き出しを増やせたかなと思うんで、どの場面でもしっかり圧倒して勝てるようにはしたいです。ケツケヒルタ。意気込み？いやもう、もう勝つ、それだけですね。とりあえず勝って日本に帰る。もうそれだけです。